エーシンバーゴートは日本の競争馬である。2011年に中央競馬のアイビスサマーダッシュとセントールステークスで優勝し、2011サマースプリントシリーズのチャンピオンとなった。馬名の由来は冠名に乙女座。2009年11月7日、京都競馬場のダート戦4 0 0メートルの2歳新馬戦でデビュー。単勝1番人気に押されるも7着に敗れる。 翌週11月14日の2歳未勝利戦に連投で出走し、初勝利を挙げる。4ヶ月の休養後、2010年も引き続き芝の短距離レースを使われ、6月13日に京都の500万円以下、11月28日に京都の1000万円以下をそれぞれ一番人気に応えて勝った。一方で6月27日に、 阪神競馬場の阪神ドリームプレミアムで13着、12月に中山競馬場の中山ウィンタープレミアムで11着と2度2桁弱順に敗れている。当時は頑固な気象が大敗の要因ともなっており、旧車スタッフが馬の気持ちに配慮する一方、バグを工夫して装着するなどの強制が行われた。四ヶ月休養後の二千十一年四月、 小倉競馬場のオラシオンステークスに勝ち、オープン入りした。続く5月には、新潟競馬場の直線1000メートルで行われた、ルミエールステークスを一番人気に応えて逃げ切り、オープン初勝利となる。夏は2011サマースプリントシリーズに参戦した。まず初の重賞出走ともなったアイビスサマーダッシュでは一番人気に、押され、コースレコードに0秒1差のタイムで勝利。 続く北九州記念でも一番人気に押されたが三着に、敗れ、連勝は3で止まったが、最終戦のセントールステークスでは二番手の一取りから、進め、ダッシャー5号や、外国馬との接戦を制して、重賞2勝目を挙げた。その結果、同じく重賞2勝を挙げていたカレンちゃんを、ポイントで上回り、シリーズチャンピオンとなった。GI 初出走となった。 スプリンターズステークスでは7番人気まで評価を落としたが、カレンちゃんには敗れたものの3着となる。2012年、明け5歳の初戦は1月28日のシルクロードステークス。先段グループにつけたが金量に泣き15着に敗れた。短距離 GI はコーナーのある高松の宮記念ではなく、直線のアルコーススプリントを選択。正体を受諾した。続く、 オーシャンステークスは4.5番手でレースを進めたが、直線で伸びきれず10着に敗れた。3月31日のアルコーススプリントでは4.5番手を、追走するが脚色がいっぱいになり12着に敗れる。帰国後、2連覇を狙って、アイビスサマーダッシュに出走したが3着。続く北九州記念は、好意でレースを進めたが直線で伸びきれず8着に、敗れた。 セントールステークスは先行するも6着、スプリンターズステークスも先行するも7着に敗れた。軽半杯で10着に敗れたのを最後に引退12月12日に登録を抹消された。引退後は生まれ故郷の栄心牧場に戻り、繁殖品馬になる。ありがとうございます。